くんくん。おや、なんだか部屋の中を香ばしい匂いが。マリサ、何かしているの？おう、霊夢か。実は、ほら。監督から魚をもらったんだ。なんとまあ。製品のごとき生活をする私からしたら貴重なタンパク源だ。美味しく余すことなくいただこうと、焼き魚にしていたんだぜ。だから香ばしい匂いがしたんだね。でも、監督、どうしてこんなに魚をくれたんだろう。うむ、そうなんだが。なんでも、帽子にある棒池で、水抜きした際に取れた魚らしいんだぜ。え、帽子の棒池？なんだなんだ？やっぱり。どうしたんだ？その魚、食べない方がいいよ。帽子の棒池の魚は、食べると昔からたたりがあると言われているんだよね。マジか？しかし、そんなことが。あるんだな、実は。棒池とは別の場所の話だけど、実は、とある曰くが存在していた沼があるんだ。今回は、その沼のお話をしてみようよ。了解なんだぜ。それでは皆様、本日もスズメのお宿の動画、ぜひ、最後までご覧ください。それではその問題の沼の話。話していこうではないか。そうだね。今回のお話の舞台は福島県いわき市。同市にある、吉野作というところには、弁天様を祀る神社が存在しておりました。あいにく、現在もこの神社、存在しているかはわからないのだが、その神社には、濁り沼と呼ばれる沼が存在していたそうだ。その名の通り、常に濁りがあるこの沼は、どうも底なし沼と地元では噂されていたそうです。そして、その底は、吉野作から離れた、やはり同じ岩木市の沼の内にある、賢沼と繋がっている、と噂されていたそうです。賢沼も弁天様をお祭りしている場所で、今も現存している。ちなみに賢沼で特に有名なのは、巨大なウナギが生息している、という点だな。ただ、近年はそのウナギも姿を見せないようで、生物層がどのようになっているかは定かではありません。おっと、少し話が逸れたな、舞台の濁り沼に戻そう。この濁り沼なのだが、当時は船や鯉が多く生息する沼だったのだそうだ。まあ、神社にある沼だから、魚を取ろうなんて考える人はまず、いないと思うのですが。実は、そんな不埒な考えを持つ者がいたのだそうです。それは明治20年頃のことだ。当時の士族の子息が、あろうことかこの沼で釣りをしたそうだ。時代は明治、文明開化を迎え、神社の沼で釣りをしても罰など当たらない。そんな風に考えられていたのかもしれませんね。もっとも、皆が皆、そんなことを考えていたわけではなく、ほとんどの人は濁り沼で釣りはしてはいなかった。だから、釣りをした士族の息子、大漁だったのだそうだ。そして、釣り上げた魚は家に持ち帰り、美味しくいただいたのでした。ところが、です。腹も膨れ、ひとまずのんびりしていると、不意にその士族の視界がぼやけてきたのだ。不思議に思い、目をこすってもどうにも視界は良くなりません。そうこうしているうちに、ついに目は見えなくなってしまったのです。さすがにこれにはその子息も大変驚いた。そして、これはもしかすると、弁天様のたたりやもしれぬ、そう考えると、慌てて釣り上げた魚の倍の魚を調達し、沼へと放流したのだ。するとどうでしょう、その子息の目はたちまちのうちに回復、見えるようになったということです。なんとも不思議な話なのだが、実はこの濁り沼、もう一つ曰くがあるとされている。というのも、この沼には、ある主がいる、そう信じられてもいたそうです。読んだ？うんにゃ。
その主というのは、なんと金色に輝くべこ、つまり牛なのだそうだ。最近、いわゆるガチャガチャで、いろいろなバリエーションの福島県は会津名物、赤べこがありますが、その金色バージョン、といった感じなんだぜ。それはともかく、当時、この濁り沼付近を通るときには、みんな、咳払いをして通ったと伝わります。無論、これにはどうも、きちんとした理由があるようだ。それというのも、時代は江戸時代のことのようなのだが、この場所を、一人の老婆が通りかかった。すると、沼の傍らに、何かがいるのを見つけたのだ。よくよく見ますと、それは金の房を下げた、立派なべこが寝ている様でした。この点、先ほど説明した主の特徴、金色とは違うような気もしますが、個人的には、べこの毛が金色なことにロマンがあるが、実際的には金の房をつけているだけのべこの可能性が高いんだぜ。いずれにしても、老婆はなかなか見ることのできない、立派なべこを目撃したわけなのです。ところで、この立派なべこなのだが、老婆の気配に驚いたのか、すぐに目を覚ました。そして、すぐに起き上がると、なんと沼の中に身を沈め、そのまま姿を消したのだ。その様を見た老婆もまた、驚いてすぐさま濁り沼を立ち去りました。そして、その後3日間、主であるべこのたたりを受けたのか、老婆は病んで床に伏していたと言います。なんとも恐ろしい主のいる沼だな。このべこ、神様のお使いだとは思うんだけど、容易に人目に触れてはいけない存在みたいだね。そして、そんな主の住まう沼に住む魚なんだから。安易に食べたら、どんなたたりを受けるかわからないんだぜ。どう？それでもその、某池さんの魚、食べる？さすがにこの話をした後では、食べる気なんて失せるんだぜ。おや、なんだかいい匂いがするね。なんと、これはうまそうな魚だ。どれ、味見を。あ。うん、うま、いい。あるし？ひ、ひい。め。めが。ああ、どこかで聞いたことがあるセリフを言っている。か、監督、多分これを言わせたいがために、この魚を。なんと恐ろしい。めが。皆様も、魚の産地には、少し注意していただくと良いかもしれませんよ。そうしないと、主と同じような目に。めが。